皆さんこんにちは。輝きテレビなめりかおの時間です。さて皆さん、今年の夏はどのように過ごしましたか？キラリンは東京のフジテレビで開催されたイベントに参加し、ひときわ輝いてきたそうですよ。7月18日から8月31日に東京都のお台場で開催されたお台場夢大陸、8月8日にはゆるキャラダンス選手権が開催され、滑川市のイメージアップキャラクターキラリンなど全国のゆるキャラ16体が参加しました。このダンス選手権は一番輝いていた最優秀賞と最もインパクトがあった MIP 賞の2つの賞を目指します。選手権は4つの予選ブロックに分けて行われ、それぞれ1体が決勝戦へと進みます。さてキラリンは B ブロック、どんな踊りを見せてくれるのでしょうか。それではキラリンの B ブロックの予選をノーカットでご覧ください。なんと最後に頭が回るパフォーマンス、これには会場も一気に大盛り上がり。キラリンの勇姿がたくさんの人の思い出に残ったようです。この後キラリンは残念ながら決勝戦には進めず予選敗退。当然賞はいただけないものかと思いきや、なんと最もインパクトがあったゆるキャラに贈られるMIP 賞を受賞。また一つ滑川市を PR する大仕事をやってのけたキラリンの夏でした。全国のゆるキャラたちの中でひときわ輝くことができたキラリン、今後も滑川市を広く PR していってほしいですね。